悠々白書、悠々白書、悠々白書は、東義博の同名漫画を原作にした、スタジオピエロ制作のテレビアニメ。富士テレビ系列にて、1992年10月10日から1995年1月7日まで放送された。全112話。平均視聴率17.6%、最高視聴率は24.7%。 土曜18時代後半枠で112話放送は、1977年1月から1979年1月放送の、ヤッターマンの108話を上回る、新記録である。放映期間中の1993年1994年の、下季には、劇場版アニメが2作公開された。ストーリーでは、アクト1、アクト17、アクト45、アクト、 百七十一アと百七十五概念特別読み切り、2ショットの大部分が削除されている一方で、霊界探偵編でも死んだユーが、桑原以外に憑依する、魔界統一トーナメント戦を中心とした、戦闘シーンやキャラクターの発言、描写が大幅に追加された。アツコは、終盤は、他のキャラクターにより差し替えが行われたが、序盤の霊界探偵編で飲んだくれているシーンは、 そのままになっている。終盤はアニメオリジナルの展開があるが、前編がアニメオリジナルの長編は存在しない。また最終回は原作とほぼ近づけているが、原作ではシズルが持ってきた幻界の遺言状に沿って話が進んでいるのに対し、生前に幻界自身が遺言を残すなどの細かい違いが見られる。なお番外編、2ショッツはアニメ化されず、 ドラマ CD 及びセルガコミックのみとなっていたが2018年に発売された25周年記念ブルーレイボックス魔界編2アクト174をアニメ化したノルカソルカと共に収録されている先駆けのスイングクラッシュ等技の名前がついていなかった技に名称の追加 V のオーラバトルクロスアタックやコレンジャチームの一人ミドレンジャの強烈な3の塊等 アニメオリジナル技の追加。魔界強戦士チームにアニメオリジナルキャラ、ラグヒト、その他のメンバー名や大竹以外の、霊界特別防衛隊、隊員8人中6人の隊員名等。原作では、名前が設定されていなかった人物への名前の付与。原作で省略されている箇所が追加されている。オリジナルキャラクターとして、コエンマの部下、ジョルジュ・サオトメが登場。 これによりコエンマの登場シーンも増え暗黒武術改編まではコメディリリーフの役割も果たしていた。第111話決着。激闘の果てにではナレーションの後に声が同じジョルジュサ乙女が・サオトメが劇中ゼリフとして喋っていたという演出がある。四時元屋敷でのクラマ対怪盗戦でのキンク対決最終戦では キンクで設定したルールや喋り合う内容は同じだが、アニメ独自のやり取りも追加、現在有効な文字の一覧表が表示され、喋った言葉の文字が光り、どの文字が有効で、どの有効な言葉を喋ったかがわかりやすく、示された。最終回である第百十二話のエンディングでは、微笑みの爆弾をフルバージョンとして使用し、最終回の主要、キャストスタッフのクレジット後、 ユうスケたちが夕日を見上げる場面をバックに、シリーズスタッフとして、すべての放送会のキャストスタッフが50音順に表記され、歌詞の最後の言葉、たまに合わせてユうスケが口を動かしながら0丸を放つ、ポーズからフェードで画面が白くなり、黒文字で、フォーエバー・フォーネバーが浮かび上がって終了する。変更理由は、放送時間や定年霊創の主張を配慮。 シズルは喫煙者のキャラを守ることが挙げられる。鈴駒途中が、スラム街での出会い、優待抽選のナイフエッジデスマッチ戦が左京を、返した競技の末に開始となる、カラスが、特漁チームと、大会合流の経緯、特漁チーム対魔界強戦士チーム戦では、特漁チーム側が、特漁一人のみなのは同じだが、そばでカラスと特漁が控えている、準決勝戦前に、 幻界が祐介に霊光玉を継承する際に、幻界が祐介に挑発をかけて誘い出す。部位の特漁戦等、原作で描かれなかった箇所が追加されている。暗黒武術会の開催中、シズルと佐京が出会い、佐京が差し出したライターに、自分のタバコのく揺らせたり、桑原対コグ漁船終了後10分間の休憩で、佐京の言葉を耳にして複雑な表情を浮かべる。 左京が最後を迎える際には、当初、城内で小園間にだけ挨拶をする、シズルにかつてくすぐらせあった思い出のライターを渡す、魔界の扉編で、天沼の死後虫宿り騎士から虫たちがいなくなったことに、不安に駆られたシズルが左京から渡されたライターの火で、タバコを吸い、ライターを見つめると、やや好感を持つような描写が追加された。準々決勝戦の魔使いチーム戦で 覆面を診断し二人を捉えて、行動不能にする龍花は看護師として登場。二人を閉じ込めるだけでなく、結界内の二人に、内側からダメージを与える、比叡の揚力が回復し、内側から結界を破ろうと揚力を解放した、際には、龍花を覆うた場所縄が剥がれていく描写が追加された。準決勝の幻会大使はカマル戦では、死はカマルが放った。 バクト毒食草により放出された、御者が、ガラス越しに見物していた、コエンマとジョルジュサオトメの席まで飛んできたが、ガラスとの衝突で、消滅指南を逃れた。原作では、霊光鏡反章の一撃で、シワカマルが敗北したが二撃目のバクト毒食草と、ま、国名残権を振りかざしての突撃が追加、すべて霊光鏡反章で弾き返し、計算度使用した。 選手や大会関係者の宿泊施設、ホテルクビーが準決勝戦前に、左京が他の人間たちに優勝賞金の目的を告げ、人間たちが妖怪を率いて制止させるもとぐるに、オーナーともに始末させた場所であることが明示された。裏飯チームと対した相手チームとの試合終了直後のダメージ率が暗黒武術会公式記録ファイルとして設定されている。ハイ,ハイ,イは、 敗者側、トーナメント開催前悲エの母親の知人、涙が氷河の国から悲エを崖から落とすシーンでは、氷菜がまだ生きていて、他の氷女に制止されるところを涙が落としたという様子が描かれた。落とされた悲エがしぐれにより、ジャガンを得て、再び氷河の国を訪れた際には、悲エと気づいていない涙と出会い、氷菜の墓標に案内され、 墓標を立ち去った背中に涙が冷えと気づきわびをこうも、恋に足を止めずに立ち去った様子が描かれた。体は大幅な設定変更が行われた。光線の光を奪った妖怪の目は、原作では、目は、方法がされていたが、黒く塗りつぶされ、その目や口は、遮光による透かしがかかっている。妖怪が光を奪った妖怪の名を挙げた際には、 原作では黙って踏みつぶしたが、おたけびを上げながら顔を踏みつぶした。原作では踏みつぶした際にその右目が飛び出していたが、踏みつぶされてうなだれた顔は踏みつぶす前に同じく黒の塗りつぶしと遮光による透かしがかかっている。クラマを必要とする理由を述べるシーンでは、原作では、光線の一言に終わったがクラマのモノローグを持って、人物像を紹介し、選ぶに至った理由の説明がされた。 喫煙シーンは、原作のホタルコがユウスケのタバコを奪って吸うシーンは、なく、そのまま川辺で寝転がるシーンへ移行する。クラマの母親の再婚相手の息子、畑中修一に取り付いた空が、畑中修一に喫煙させるシーンでは、タバコを口に含むところで喫煙が未遂に終わり、 その後ライターに添加した火を近づけるところまでで、同じく未遂に終わった原作の描写が、ほぼ再現されている。トーナメント開催中、開催後、倉間対しぐれ戦、比叡対体戦、浦飯雄介対高戦戦、人体やせ血戦、東野対旧清戦、千若丸対北新戦等、原作で描かれなかった戦闘シーンが独自に追加された。 原作と違い、実況は暗黒武術界の審判、実況を務めた小兎が行った。樹は不参加だが、第105話、魔界大戦、予選開始。で、ウェイトレスをしている後ろ姿が映し出された。倉間対シぐグレ戦では、人間、南の周一と、妖怪陽子、倉間どちらが自分なのかという葛藤の中、陽子の過去を捨て人間として生きることを決意し、 クラマがしぐれに勝利する。比叡対体戦では、黒龍派を弾き返されるも、体の手首に残ったままになっていた手錠の残りを、比叡が断ち切り、体に過去との決別の思いを伝える。裏飯雄ユスケ対抗戦戦では、戦いながら、裏飯雄ユスケに、大会の開催による、企画責任を突きつけ失ったするシーンがある。裏飯雄ユスケ対抗戦戦で行われた、 大会企画責任の知ったは、大会終了後のコエンマとの対話でも行われ、コエンマとの対話もなく人間界へ帰ってきた、原作とは異なった展開を含んでいる。プロデューサーの萩野健によると、全面的に子供を意識して制作されたアニメだった。ユースケとクワバラの身他の皿屋式中学の生徒とは、制服の色が異なり、ユースケは緑、クワハラは明るい青になっているが、これは、 キャラクターのイメージカラーにも重点を置いたため、現実では同じ皿屋敷中学校所属でありながら制服の色が違うという現実世界ではありえない設定が可能となった。その理由も不良だからで片付いてしまう、原作では飛ばされ気味であった心理状況や戦闘描写をアニメではよりわかりやすくするために、クワバラやボタンらが解説役も担っていた。声優に関しては、 本放送当時、クラマ役に尾形恵美を当てたことについて批判が起こった。女性向けに関しては、劇場版でクラマの入浴シーンを女性向けに狙った以外は、特に意識していなかった、原作者の戸賀樫義弘に関しては、おとなしそうな人だが、キャラクターにアドバイズをいただき、キャラクター像には、格好たるイメージを持っている、と結んでいる。キャラクターデザインは15話までは、 山沢実るが担当していたが、16話以降は、北山真理と、大西正也の二人が担当となった。16話以降は北山が主人公側や可愛い、キャラクター、それ以外のデザインが難しい、敵側の怖いキャラクターを大西が担当。半券イラストやグッズのキャラクターデザインのほとんどは、北山と大西の二人によるもので、山沢のデザインが使われたのは、ほんのわずかである。また、 悠々白書文庫版11巻の巻末付録、キャラクターデザイン秘話のインタビューには北山が対応、大西も登場したが、山沢は名前すら登場しなかった。北山はアニメ放送当時のコミックマーケットにて、別名義でクラマと比エの八尾伊道人誌を数冊、発売していた。道人誌、影、暗具マイナスの中で、 北山は放送開始前の1992年9月から毎日仕事として悠々白書を描いていた2月発売の BGM 集のジャケットイラストを担当したと述べている。監督の安倍久さは魔界トーナメント編のオリジナルストーリーをアニメ制作当時完結していた原作から推測して付け足したアニメの終わりは関係者間で話し合って原作アニメ化作品の意義を尊重したと インタビューで述べている。原画を担当した西尾哲也は、新坊明幸、若林厚志コンビのチームとは、ライバル関係にあった。第14話、迷宮城の四世獣。者。霊界への挑戦での魔界中に操られた、不良の震え。第49話、残された力。幻界の死闘、バクト独色層のエフェクトは、ザ8剣伝を参考にした。第56話、 決死のクラマ。最後の手段では、フル回転で制作に臨んだ、トグリ量が100%になる、サイの胸筋の震えは、井上敦子の担当、魔界の扉編バージョンのオープニングアニメーションで、ラスト3パートを担当した、と述べている。エンディングフィルムにおいて、さよならバイバイの背景は6メートルに及ぶ一枚絵で、撮影には8時間を費やした。また、 デイドリームジェネレーションはセルガを使用しないデジタルアニメである。ピエロ公式ページ掲載のメインキャストの未記載。友情役の佐々木望は、比叡役の檜山信之と2014年11月16日現在も進行があることをツイッターで述べている。出展前話において正式な巻名がある。 放送時間は、秋田テレビ以外は1993年2月中旬から3月上旬時点、系列は番組終了時のもの。関西テレビでは、1995年7月頃から1996年2月頃にかけて、平日の夕方5時台に再放送された。テレビ大阪では、平日の朝8時から9時台にかけて放送されている。 朝の子供劇場にて2007年まで計5回再放送されていた。ギャオでは1話を除き有料配信していた。2011年にファミリー劇場ではゴールデンウィークから5月末にかけての一挙放送を記念して悠々白書検定を実施した。2012年にフジテレビ2とキッズステーションで再放送。2014年キッズステーションで再び再放送。 2015年にテレ朝チャンネルで再放送。2017年には、同アニメの放送開始25周年を記念して、HD リマスター版を、地上波では初めて、千葉テレビ放送や、サンテレビで再放送している。サンテレビでの再放送ではオリジナルを尊重して、黒ディスクな描写のカットや、原稿処理は加えられていないが、激しい演出の場面には、 点滅シーンにご注意くださいのテロップを挿入している。2021年に BS 日テレアニメにムチュワクにて暗黒武術改編を放送。東映と東宝から一作ずつ配給された。悠々白書ミュージックバトル編三魔界伝説では4曲目ラブソングをあなたに作詞作曲を高橋博が担当。小兎役の折ジ笠、樹里役の遠藤。 流火役の鈴鹿により、原作魔界統一トーナメント終了後に、小兎、樹里、流火3人で結成された、グループ、カルトを再現。曲開始前のやり取りでは、原作アクト、173、平和の群像内の、成就しないでしょうでの3人のやり取りが披露された。倉間役の尾形恵美は、潜水役の名や六郎が死去したことを受け2014年11月18日、 悠々白書、ミュージックバトル編3魔界伝説に収録された永遠のレクイエムにかけたつぶやきをツイートした。本作を題材として10種類以上のハードから20作以上の電子ゲームが作成、販売されている。また加えてソーシャルネットワーキングサービスをプラットフォームにしたソーシャルゲームがサービス提供されている。ハードおよびゲーム名は下記の通り。 日本ソーシャルゲームの一つ、悠々白書魔界統一最強バトルは、30代、前後の社会人をターゲットとして配信が開始された。配信開始告知と同時に、ファン層に考慮し、メインが、若年層にならないように注意を払うとも述べた。ラブライブ、スクールアイドルフェスティバルと共に2013年5月土単月黒字化に、貢献した。元のアニメ作品自体が、 他のソーシャルゲームアプリへのコラボレーションを果たした実績として2016年11月17日から2016年12月2日までの期間限定でモンスターストライクに参加。CM も放映し、また吉直樹がとぐり役をとぐり役で、つばききなも姉役で参加した。コラボレーション効果も手伝い、元のアニメ本編が動画配信サービス、 ビデオマーケットにおいて2016年11月14日から2016年11月20日、2016年11月21日から2016年11月27日、2016年11月28日から2016年12月4日の3週連続に、渡り、2016年12月12日から2016年12月18日集計で、視聴数第一位を記録した。 第2弾が2017年5月2日から2017年5月13日までの期間限定で開催。第2弾では、第1弾出演のトグル兄弟、姉に加え、父、母、おじ、犬が登場、トグル家を形成した。出演には、第1弾出演の又吉、椿つばきほか、三浦淳、万田久子、安西はじめが出演した。なお、原作、アニメとも、 コグリュワーに弟以外の家族は登場していない。海外海外製ソフト。発売日時は北アメリカ現地時間。全ソフトが当たりより発売。アニメ放送当時にイベントが開催されているが、いずれもソフト化されていない。メインキャラクター4人の声優は出演していた。観客は8割強ほどが女性で、例として観客の9割が男性だった、うるせえ奴らの イベント会場などは汗臭く、多くのアニメ系イベントは男性層が多いのでその匂いには慣れていたが、悠々白書のイベント会場は圧倒的な女性の多さゆえに化粧臭くて驚いたと千葉茂は語っている。福岡県では1994年度の博多祇園山笠の飾り山の一つとして9番、見送り、兄弟、アニメ悠々白書として選定された。2017年、 悠々白書25周年を記念して、アニメプラザ池袋店で2017年4月28日の2017年7月2日、ツタヤ3店舗と期間限定のコラボレーションを開催。グッズ販売ほか、アニメプラザではコラボレーションカフェが催された。他に、裏飯役の佐々木、桑原役の千葉、倉間役の大型、比叡役の檜山が再開。思い出話とともに、 もう一度の収録に意欲を見せた。1992年10月10日からちょうど25年後の2017年10月10日、当時放映時刻の18時30分により第1話、死んだら驚いたから第66話、とぐりょの償い、一番の望みまでの本編をニコニコ、生放送より配信した。2018年7月から9月までの期間にかけて、本編ほか、 劇場アニメの同名の1993年度映画版ブルーレイ初収録の悠々白書名解釈等編演の絆新作を含めたブルーレイボックスが発売予定原作者の富樫はアニメに対してジャンプコミックス悠々白書第10巻許せないの巻袖コメントで声優の賛否両論は聞いている自分は 決定に参加していない原作の漫画内でキャラクターに声の設定をしていないアニメ業界の事情もよくわからないあまりアニメ制作にも関わっていない漫画とアニメは別物になると思っていたと述べている藤巻忠都との対談では裏飯雄介役の佐々木臨とは声優としての話を聞けて面白かった桑原和真役の千葉茂に対しては 自分よりクワバラを知っていると評価した。アニメスタイルのオグロ一郎は、第五十八話、究極奥義。ホエロ黒流派、第七十四話、ペリトリーを打ち破れ。演出の辛抱秋雪を注目していた。第七十一話、第七十四話、第七十八話、第八十二話、第八十九話、第九十二話、第九十八話、第104話、第107話。 1> 第112話原画の大石達也、作画監督の若林敦子は、辛抱の誘いにより制作に参加、以後のピエロ作品にも参加するきっかけになった、と述べている。アニメ20周年目前となった2011年、月刊アニメディア2011年7月号にて、思い入れのある、歴代アニメ3230位、思い入れのある、男性キャラ作品32、クラマが29位。 編集部特選の特集、創刊30周年歴代人気アニメ特集泣いた。笑った。ときめいた。みんなの推し、キャラザ、ベストエクストラに選定。当時アニメスタッフ監督の安倍がメッセージを寄せ、浦飯雄介、桑原和馬、倉間、比江、人間界バージョンの小縁間5人が30周年、記念に駆けつける形で、キャラクターデザインの北山によるイラストが掲載された。 編集部も本編内の投下校と再会してみたい。キャラクター並びに、アニメ作品、月刊アニメディア本誌のキャラクターを重視する姿勢は本、アニメ作品より始まったも言ってもいいと評価した。創刊30周年歴代人気アニメ特集泣いた。笑った。ときめいた。みんなの牛、キャラザ、ベストエクストラ掲載内容は、 主題歌の微笑みの爆弾作詞を手掛けたリーシャウロンによりツイートされた。2017年5月3日、日本アニメ100の中のネット投票企画発表。あなたが選ぶアニメベスト100にて65位を記録した。マイナビウーマンが2014年9月から22歳から34歳の働く女性を対象としたアニメ版が好きな週刊少年ジャンプの作品ランキング。 の、ウェブアンケートでは、好きなアニメ第3位にランクインした。ありがとうございます。